ラジオネーム黒羊、平子さん、酒井ちゃん、こんばんは。こんばんは。今週の月曜1月27日はストリートファイターシリーズのキャラクターバルログの47歳の誕生日でした。バルログは1967年1月27日生まれ、スペイン出身でおなじみですね。バルログはあの千原ジュニアさんが実写映画ストリートファイターザ・レジェンド・オブ・チュンリーの日本語吹き替え版で声優をされています。お二人はどんなキャラクターの吹き替えをやってみたいですかっていう。そうなんですね、これジュニアさんが。あ、ジュニアさんバルログ？ひょーって出んのあれ。ねえ。ひょーってなるんじゃない？本当に。ねえ。うん。できんるんですね。バルログ。バルログね。あのお面かぶったね。うん。ストリートファイターの初期だと、うん、あの四天王の一人だよね。そうそうそう。まあボスの中の一人っていう感じでね。バイソンの次だっけ？そう、バイソンの次。ボクサーのバイソンの次か。そうそうそう。そっかそっか。金網登ってね。バルログだったら俺と酒井どっちがうまいかね。バルログ選手権ですか？いや、選手権ではないけど、どっちがうまいかねっていう程度だけど。バルログ。はい。ちょっとやってみよう。でもバルログが平で喋ってる感じってあんまわかんないな。うん、それちょっとわかんないな。じゃあちょっとなんか適当に決めて、はい。少子。この鍵爪で切り裂いてくれるは、うん、ひょーってとか飛んでいくっていう。はい。でも映画だったらそういうシーンあるからね。うん、はい。どっちから最初やる？ちょっと平子さんじゃあ。俺？はい。少子、この鍵爪で切り裂いてくれるわ。ひょーもう、いいね。いけるね。今、うまいね、思ったより、うん、全然。じゃあちょっと僕、うんうん、少子、この鍵爪で切り裂いてくれるわ。ひょーアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。アルコ&ピースの平子ゆうきです。はい、ナインティナインさんお疲れ様でした。木曜日のオールナイトニッポンゼロはアルコ&ピースがお送りします。はい、お前浦安鉄筋家族のキャラじゃねえんだからよ。圧勝だよ俺の。いや、すごい平子さんうまかったわ。ああうまいね。バルログの喋りなんて俺人生で初めてやったわ。他誰よ、じゃあこのキャラクターなら俺声できそうだわみたいな。あ、ブランカとかはな。ブランカ、うん、ブランカやってみ、うん、俺もっとおいしいご飯食べたい。ブランカ、ね、ブランカじゃない。なんで切れたんだよ。ちょっとブランカやってくれ。ブランカのイメージ。ブランカ、あれ喋るの？喋る。貴様らのぞ、この100万ボルトで一網打尽にしてくれな。ちげえよ。いや、こういうちょっとディフォルメされるぜ。絶対違いますよ。で、がっかりされるの。やっぱ違えな、イメージと違えな。実写するもんじゃねえなみたいなね。そういうのも往々にしてありますからね。そうだね。普段は。はい。はい。まあ、最近の話題ですと。はいはい。もうジャスティン・ビーバーがもうむちゃくちゃっていう。おお、アメリカの酒井健太。違うわ違うわ。隣の家に卵を投げたり、うん、部屋から薬が見つかったり、行動でレース、しかも飲酒運転だとかね。おお、いろいろやってるみたいですよ。やっさんだな、ね、とんでもねえなこいつ。あ、そう、卵を隣の家に卵を投げつける。何なんだろうこれ。なんかでも昔のホークスでもありましたよね、なんかね。卵投げられたみたいな。まあ何かとあるね、あの数とかもね、一回。ああ、そうだね。空港で投げられるみたいなのがちょっとありましたけど。へえ。国外退去を求める署名が10万件を突破。アメリカから出て行けっていうこと？スターじゃないの？もうスターが高じてってことだね。すげえな、19歳だよ。でもアメリカのスターってある程度こういう側面もないとみたいなとこない？あ、まあね、ちょっとそうだね。ねえ、あんまり貧困法制な人はあんまり見たことないけどね、うん、じゃないとやってられないんじゃない。だからこっちで言うノブコブの吉村が、まあ破天荒でね、いっぱいいるみたいなもんでしょ。ガチの感じの。俺らの19の時何してこう、ジャスティン・ビーバーがさ、もうこれもう何十億何百億資産ね、きっと持ってるんでしょ。何だったら19の時。19は大学生でもう、うん、
やめてたかもしれないな、もしかしたら。大学を、富士徳派大学を中退したとき、うん。中退して、途方に暮れてたな。駿河湾見ながら。俺どうすんだ、やめてっていう。そうか、うん。何しました、19歳。俺は、一回なんか組んだコンビを、一回やめてんのかな、その間なのかな。何の最初組んでお笑いコンビを。何の、なんでお前知ってんの、その時のコンビ名だろ。知ってるじゃん。一回ちょっと、リスナーの方ももしかしたら知らない方もいるんですけど。あ、ほんと？はい、まあ今はアルコ&ピースですね。はいはいはい、その一個前がセクシーチョコレート。はい、そうで、一番最初に組んだのが、うん、まあドントクライですよね。どういう意味ってさ、何度聞いても笑いますね、やっぱね。だから、なんか悲しいこととか寂しいことがあって、うん、泣いてる人がいても、うん、俺らの笑い見て、うん、泣くのやめて笑ってくれよ。どいただな、どいたコンビじゃねえよ。どいたじゃねえよ。ああ、そちょうど、うん、それに見切りをつけた私。何かしらね、あるんだ、19歳っていうのは ね、ある20歳、10代最後の年のね、うん、分岐点みたいな部分はありますけどもね。まあ、ね、そんな感じだったな、ね。はい、うん、そっか、いろんな19歳がありますけども、うん。あと、ソールドアウト解散っていう大ニュースが、嘘つけよ、お前。いや、嘘じゃないんですよ。面白くないよ、そんな嘘つき。違うんですって、本当なんですよ。本当か？はい、解散。今日ラジオできんの、これ。まあ、一応、こうやってますけども。あ、本当に。はい。解散という。解散理由は？何なんですかね、ちょっと僕もわかんないですけど、それは。ソールドアウトさんは？ソールドアウト知ってますよね。ソールドアウト、売り切れってことでしょ？まあ、多分このソウルは多分違うかもしれないですけど。あ、ソールドアウトさん。はい、であの、あれ？あ、売り切れとかけてる感じなんだ。ああ、へえ。じゃあ、ドントクライ的な。ソールドアウト、ドントクライ。コンビ名かけてるみたいな感じだね。みんなかけるね、やっぱりね。そういうことなのかな。かけるって、そりゃ。かけるとね、やめる。いや、うん。解散しちゃう。うん。かけるとやめちゃうんだね。かけるとやめる。これは定説よ。そうか。本当に。そうか。うん。さあ、ということですけども、うん、今日はメールテーマどうします、平子さん。もう、ほとんどね、うん、リスナーのみんなもなんとなく察しはついてる人、多いと思いますけども、うん、あれしかないでしょう。来週に迫りました、うん、伝統行事ですよ。ああ、節分、鬼退治を、なんかやり行こうみたいなことですか。そういうボケはいいよ。わかってるのに、そういうボケに走るのは良くない。ボケじゃねえよ。もうね、そこまで食くとね、もう笑えないところがあるわ、ボケじゃないですよ。悪い部分で。ボケじゃないですよ、ね、今の。もしもーし。頭お留守ですか、もしもし。出た、バックトゥザフューチャーのやつだ。英語版だと、ヘローヘロー。懐かしいな。もう決まってるでしょう、うん。来週行われる伝統行事といえば、うん、これです。スーパーボール。アメリカ合衆国のプロアメリカンフットボールリーグ NFL、この優勝決定戦、今年は2月の2日に行われます。アメリカンフットボールの最高の大会であり、アメリカ最大のスポーツイベント、それがスーパーボール。今日はそれをやります。レディオスーパーボール。ジャコさん、何、なんで僕もやりたいです。okay、ちょっと面白そうな感じしますね。OK、カムトゥギャザーソウルメイト、共に行こう。まあね、もう今となったら正直どの番組でも特集していても聞き飽きてるリスナーもね、いるとは思うんですが、まあ、あえて今日は我々の企画もど真ん中で行かせてくださいよと。ちょっと分かんないですけど。さあ、そしてこちらのスーパーボールなんですが、うん、アメリカのテレビ平均視聴者数、うん、およそ驚くなかれ1億870万人、ね、アメリカではすごい人気ですね。そしてこれ視聴率がなんと 46.4%。 お化け番組やな、これ。ほんとそうだ、ほんとその通り。お化け番組やな、これ。誰が言ったか、ザ・ゴースト。ゴースト・オブ・スーパーボール。すごいね。もうこんな数字が実際出てるんですよ、うん、なのに、うん、このスーパーボールを取り上げないのは、うん、マスメディアとして、うん、おかしいって出た。出ましたね、おかしいってね。これ相手のチームという名の鬼をタックルで砕く、うん、俺たちが投げるのは節分での豆ではなくボール。
食うのは恵方巻きではなく、うん、チアリーダー。やめとけよ。何言ってんだよ。いや、だからスーパーボールやるのは分かりましたけど、何やんすか。今日はですね、スーパーボール開催記念ということで、リスナーのあなたからこんなメールを募集します。アメフトあるある。だっていや、僕はアメフト知らないし、平子さんも知らないでしょ。だってそう、なんといっても俺たちはアメフトを1ミクロンも知りません。そうですよね。スーパーボールでどことどこのチームが戦うのかも我々わかりません、うん、でもなんか面白そう、すごいことになってる、うん、スーパーボールをやりたい、うん、その気持ちは誰にも負けない、だからやる。アメフトマニアのリスナーからアメフトあるあるを募集する。リスナーにアメフトマニアいないですよ。ここのリスナー絶対いないって。そんなのアメフトを知らない人は、まあ、そのなんとなくで送ってきてほしいと。なんとなくでいいんですね。例えばね、うんうん、クォーターバックは、うん、チアリーダーのキャプテンとかと付き合ってる。あ、ありそうだな。あとは、うん、チームのキャプテンは怪我でプロ入りができなくなった父のためにアメフトを続けている、うん、で父からのプレッシャーが半端ない。だけどこの家の暖炉の上には父の当時の優勝トロフィーと高校時代の写真が飾ってあると。映画のね、アメリカの映画とかにあるイメージですよね、うん、多分ね。あとは具体的なあるあるでもいいですよ、うん、テキサスアンタレスのワイドレシーバー、うん、デルフー・オークマン、あの赤いスパッツがトレードマークのウォーミングアップ、ぴょんぴょん跳ねながら手プラプラプラってするやつの真似をしがち。いや、ちょっと、そうなんですか？知らないですけど。わかんないです。そのチームも、選手もいるかどうかわかんないけど。わかんないのかよ。まあ、そういうのが、ありそうっていうね。あ、うん。ありそうみたいな感じでも、OK。まあ、それっぽかったらね、全然。アメフトっぽいな。あ、ちょっとなんか、アメリカの風の匂い少し感じさせてくれればいいかなと思っております、今日は。なんかこの番組、アメリカの匂いしますよね。なんかしら。まあ、でもね、言ってもいるし。なんかしらアメリカが、ね、ニューヨークヤンキースの帽子の詐欺にも合うし、ねえ、うん、ちょっと作家のあれが強いんだろうな、多分アメリカに対するアメリカで作家やりゃいいんだよ。はい、皆さん送ってください、はい、メールアドレスはすべて小文字で ap@allnightnippon.com ap@allnightnippon.com です。アルコ&ピースの頭文字を取って AP となっております。アメフトあるあるを募集するのはいいんですけど、スーパーボラ関係ないですよね。だ、もちろんね、これだけではありません、うん、スーパーボール感を出すために今日はなんと、うん、皆様お待ちかね、ハーフタイムショーを準備しております。ハーフタイムショー、試合のハーフタイムに、うん、スーパーボールってもうすっごいスーパー派手なショーが行われるんですよ。毎年、うん、旬なアーティストがライブパフォーマンスを行うわけです、うんうん、それを俺たちもやりましょうと。本当とんでもない人たち出るやつですね。本当そうです、本当そうです。ジャネットがなんかやっちゃったりとかね。ジャネットが乳首の周りになんか太陽の、うんね、太陽みたいなね、ありましたよね。漬物みたいなのくっつけて露出した、うん、はい、なんかね、その記憶新しい方いらっしゃると思いますけども、うん、はい、今回のホッケのスーパーボールはですね、うん、今年レッドホットチリペッパーズとブルーノマーズが登場すると、うん、すげえな。これブルーノマーズっていうのは、うん、僕全く知らない人なんですけども僕もちょっとわかんないですけど、うん、ブルーノマーズでもこれホッチリがライブやるっていうのはすごいんだよ。いや、すごいんですけど、レッチリどっちかっつったらホットレッドチリペッパーズ。いや、レッドホットレッドホットチリペッパーズ。レッチリね。レッチリ、レッチリもわかんないけど。さあ、今夜一体どんなアーティストが何時にレディオスーパーボールのハーフタイムを盛り上げてくれるのでしょうか。それではレディオスーパーボール結構。はい、おそらくハーフタイムショーは3時台の最後です。限らねえよ。いや、決まってるでしょ絶対。さあ、このアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロはスマートフォン向け放送局の TV でも有楽町日本放送のスタジオ映像とともに同時生放送でお届けしております。の TV ではこのオールナイトニッポンゼロの再放送も行っております。今日のアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロは来週火曜日午後2時からスマホで見るオールナイトニッポン、詳しくはの TV の公式ホームページをご覧ください。ハーフタイムショー。さあ、この音が聞こえたということでハーフタイムショーのお時間です。いきなりレディオスーパーボールのハーフタイムショーを盛り上げてくれるのはこいつだ、シシドカフカ。
水曜日のオールナイトニッポンゼロを担当している彼女が協力してくれました。それではカフカよろしく、獅子のカフカでミスミスミー。高い、今日の夕飯は何食べた？サンドイッチ。悪くないな。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの酒井健太です。平子勇樹です。はい、今日はラジオスーパーボールということで、アメフトあるあるをメールで送ってもらっています。はい、共感できるアメフトメールは届いているのでしょうか。それでは、紹介していきたいと思います。東京都ラジオネーム、コロッケ侍。海外ドラマで犯人になりがち。なるなぁ、なる。なるか。なるなる。そうだね。本当にもう。もう個人的な支援でね、うんうん、あるね、うん、でチームメイトとか監督は、うん、あいつがやるはずがないっても最初の頃はねやってて、おすげえな、うん、あるね。でも学生とかでも、うん、もうピカイチの実力者でみたいなね。あ、はい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 、で父親とかは町の名士だったりするんだよね。ありますね。なのになぜ、うん、あるな。さあ続きましてラジオネームぺっちゃん。お、元アメフト部らしいですよ。すごいね。これちょっと期待できますね。試合中、監督のインカムのコードが興奮したコーチの足に絡まりがち。何いや、でもあの、特徴としてその監督とかがこうインカムつけてるっていうのはね、ね、うん、目につくけど、あれ、誰と、上、スタジアムの上から見てて、なんかやってんじゃないですかね、多分。気づいた、うん、スタッフがこうした方がいいっすよ、うん、とかやってんのかな。俺もよくわかんないけど。でもそうとしか考えられないよ ね、うん、続きまして群馬県ラジオネーム丸刈り丸ゲリータ。学生アメフトチームのキャプテンは学校の人気者だが、ヒョロヒョロのオタクをいじめがち。そしてそのオタクには何かしらの能力に目覚めて、うん、スーパーヒーローになりがち。なんとかしがちっていうのは何マストだなこれ。ナルジさんみたいになっちゃうからさ、ガチって言っちゃうとさ。これはでもね、あ、あるね。でそのアメフトの、うん、キャプテンの、うん、すごいイケてる彼女がそれ見てやめなさいよって注意して最終的にこっち側にくっつきがちだよね。ガチ取り入れた。オープンカーに乗ってがち。乗ってがちって何？乗りがちね。乗りがち。続きましてラジオネーム羊羹羊羹で食えよグッドラック。人気ナンバーワンの女子アナっているでしょ。アメリカの人気ナンバーワン女子アナはだいたいスーパーボールの MVP に持ってかれますね。まあ1998年のテレル・デイビスは別ですけど。知らねえ。知らねえ。知ってたら面白いのかなこれ。別ですけど。テレル・デイビスは結婚したのかな、してないのと、なびかなかったんだ。MVP に。ねえ。ルールわかんなすぎとかなのかな。本当なのかな、まずそもそも。どうなんだろうねこれね。ねえ、いいのかな。今日はねリスナーのみんなググりながらの放送になりそうですけども。あ、いるはいるんだ。いるのはいるんだ、うん、テレル・デイビスいるんだ。本当。じゃあちょっと顔見て後で画像検索してみよう、うん。続きまして八王子のラジオネーム城之内海。真面目に投げてるのに、インテンショナルグラウンディングになりがち。知らねえ。そうなのかな、これ。インテンショナルグラウンディングって、なんか、なんとかホールディングスとかの指導する人とか、そういうあれじゃないの。なんだろう。インテンショナルグラウンディングス。インテンショナルグラウンディング。グラウンディング。うわぁ、真面目に投げたのにって、なんの。これアメフト知ってる人は大爆笑してるのかね。今もうケラケラ笑ってんじゃないですか。いやー、わかんねえなこれ。あんのかな。適当に作ったルールの可能性もあるからな。ねえ。ハーフタイムのショーについてのメールですね、うん。佐賀県ラジオネームジェン。ハーフタイムショーをやりますって言ってるけど、あるあるの合間にやんの？
それってショートコントで言うところのブリッジだろ、がっかりさせないでくれよ、頼むぜ。ブリッジハーフタイムショー。まあ実際はハーフタイムショーっていうと、うん、まあ試合と試合、試合の前半後半の合間に一度ですけども、うんはい、今回大盤振る舞いですから、うん、我々。もっと出てきて、どんどん出てくるんですね。もっとね、ちょっとハーフタイムショーを本当に楽しんでほしいなっていう。あ、なるほど。うん、まあ、それが見どころだったりしますもんね、そうそうそう。ね、もう、こうご期待ですよ、うん、そこは。あ、期待していいんですね、そこね。お楽しみボックスですよ。楽しみだわ。ラルフさんについてちょっと聞いてるんですけど、神奈川県ラジオネーム、沢口翔。おい、ラルフ、聞いてっか。やめろよ。うちの酒井ちゃん、何空気扱いにしてんだよ。って。そういうのやっていいのは、読売時代のラモスだけなんだよ。でかい会社の社員だからって調子に乗んな。坂井ちゃんに謝れ。やめろよ。これは俺も同じ気持ちだから。やめろってだから。いいって。悪い思いは、ちょっとしたけど別に、それいいよ別に。いいんだよ。嫌な思いしたかやっぱり。嫌な思いっていうか、やっぱりちょっと出たかったよもっと。ちょっとできたし、多分。いいよでも。いいんだよ。だ本当に上手い人のプレイって一見地味に見えがちなんだよな。うん、そうそうそう。そこの、いやそこを、うん、見る目があるかないかよ。分かってなかったかもしんない。もしかしたら。あ、今なんか資料が届きました。あ、先ほどの、テレル・デイビス。1998年の MVP になびかなかったテレル・デイビスの。おぉ。え？テレル・デイビス。あれ？これ選手じゃねえの？これ選手じゃん、うん。あ、テレル・デイビスは MVP なったけど、うん、女子アナと結構、持ってけなかった人なんだ、これが。すっげえガッチリしてる。いや、アメフトの選手っていうとこういうイメージですよ、まあね、全然。別にこのイメージ画像を見せられたところで俺らは。まあでもガッチリしてるねって。まあね。いや、見たいって言ったけど。うん。そうか、そうか、うん。そんな感じか。そっか、こういう人のが、あ、実際にいたんですね、ということでね。うん。うん。あえてなんかね、うん。うん。あれかと思ったけど、別に普通の。普通の、がっちりした、あんちゃん。さあ。続きまして。あ、なんかちょっと飛び切りのあるあるが届いたということで。東京都、青仁吉田。バスケ部から、アメフト部に変えると、絶対やめる。これは、そうなのか？日本の大学とか、高校とかの部活のあるあるですかね。ちょっと、どうなんだろう、それ。アメリカだったらありえんのかな、そういうの。ちょうど、あれかな、うん。これでも日本だろ、多分。日本か。そうだろう？アメフト部ってでも、どうまあ大学とかか。もし、うん、もしね、もしだよ、わかんないけど、うんうんうん、メールテーマ変えるんだったら今かもしれない、ね。うん、確かに。まあ、このリスナーは反応もいいですから、うん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 、もう変えたらパッと変えてくれますけど、うん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 、いろんな、なんか。もうちょっとやってみます？どうします？ね、まあ、うん、もうちょっと見てみようか。うんうん、ラジオネーム、落合のダッチワイフ。アメフトあるある。うん、祝勝会の胴上げの流れで、最後のラインバッカーを胴上げしようとして、うん、重い重いって、できるかの下りしがち。ラインバッカーっていうのは多分、まあ、体格のいい人がやるポジションなのかな。うん、そうなのかな。で、あ、ちょっとなんか走る感じの、うん、ね、うん、なんかこう、点数とか決めた人を最初、はいはい、わーって胴上げして、はいはいはい、その後、ラインバッカーのお調子者が後ろにこう控えて、うん、次俺の番みたいな感じで、うん、おーよしよし来い来い来いお前もお前できるかい上がるかお前そういうのがそっかあるのかなあんだろうなでも胴上げがそもそもどうなんだろうなあんまりねまあ胴上げのイメージないけど、まあ、みんな大きいからね、うん、体がね、うん、北海道、うん、イエローサブマリンラルフ鈴木クソだなおいうちのファンタジスタ坂井ちゃんを使わないなんて。おいみんな、今から汐留行って、ラルフ締め出すぞ。やめろよいいって。これは、本当に俺も同意してる。違う、だからそれやめろって。いいんだよ、別に。別に、全然。坂井の人を使うサッカーじゃん。基本的に、お前って。まあまあ、はい、そうですね。どっちかって言ったらそうかもしれないです、もしかしたら。それを、分かってないってことだろ、うん結局は、うん、正直ちょっとそんな辺なんか人にパスばっか出して自分で走り込まねえじゃんみたいな、うんうん、あ自分酒井自体が起点になってるってことを分かんないんだよ そうそれはちょっと分かってほしいなっていうのあったけどやっぱそうなんだ、うん、
ここまで言う必要ないかなって思うけど、うん、まあでもこいつバカかもしれないね、もしかしたらな。うん、もっと見てほしかったっていうのはやっぱ、うん、ああ、うん、その点で言うと、うん、ちょっと、うん、バカかな。俺はちょっと冗談半分で、ね、やめろよ、ショーとして言ってるから、ね、置いていくなよ俺だけ。はい、引き続きあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。ホールタイムショー、さあお待ちかね、ハーフタイムショーのお時間です。あら、次は誰ですか？続きましては、こちら、うん、雪平子。なんと、ニルバーナのあの名曲、スメルズ・ライク・ティーン・スピリットをカバーしてくれています。それでは、雪、よろしく！デンデレン、デンデンデレデンデレン、デンデンデレデンデレン。And the painter has also turned to treasure tree. The pebbles from the sovereign way. With all the songs to take are here. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello, hello.ハーフタイムショー。東京有楽町日本放送キーステーションに全国ネットで放送中、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの坂井健太です。平子由紀です、はい。一つ謝罪がありまして、はい、跳ねないアメフトあるあるをやったことでですね、はい、そこそこ鉄板のコーナー1週間ができなくなりました。大変申し訳ございませんでした。楽しみにしてる人もね、いますからね。はい、すいません、なんかね。まあいろんなメールがね、届いてるらしいんでしょう。うん、ね、そうですね。来てるんでしょうけど。大丈夫かな。はい。あ、ハーフタイムショーについてのメールが来ています。神奈川県ラジオネーム、DJ 氷。平子さん、素人がニコ動にあげる歌ってみたじゃないですか。画面6分割ぐらいのあれだろう。すごいね。大変だったよ、あれ。大変、ほんと。まあでも、今、実際聞いたのは俺初めてなのよ。はいはいはい。うん。出来上がったやつよね。うん。で本当に、リスナーのみんなには、と申し訳ないなっていう気持ちで今いっぱいだな。メール来てますね。ラジオネーム、シャレ神戸。おい、平子、今のはなんだ？ハーフタイムショーでもなんでもないよ。ただの呪いの歌だよ。謝れよ。本当に申し訳なかった。珍しいですね、その対応。いや、申し訳ない。ラジオネーム、和田ぶっかます。平子、カートコバーンに謝れ。重ねが厚さない、本当に。申し訳ない。珍しいな。本当にこればっかりは。ラジオネーム、鶴見ロビンマスク。おい、平子、感動した。ハモネプに優勝できるレベルじゃねえか。レベル高すぎるだろう。鶴見ね、これ違うんだわ。鶴見いつも違うなぁ。いつもずれるんだよなぁ。なんでずれちゃうんだろうなぁ。今回もう、謝罪と、ラルフと和解スペシャルなんだからさ。違うわ。やめてくれよ、違うよ、鶴見。ちょっとずれたな、こればっかりは。残念だけど。ラルフあるある。ラルフあるある募集してないでしょ、東京都ラジオネームコロッケ侍。高校生クイズで、福沢明を意識しすぎてうざられがち。あるある募集してねえよ。
アメフトあるあるでしょ、東京都青二吉田、名前だけ聞くと AV 男優っぽい。やめろよ絶対言うなよそんなこと。ラジオネーム落合のダッチワイフ、ラルフあるある、人生は選択の連続だが見る目がないので様々な点で損しがち。やめろって。やっぱり今酒井にね、ちょっと冷たくすると世間からこんだけバッシングが来るんですね。アメフト飽きたらすぐ捨てんなこいつら。東京都ラジオネームビット、あまり知識がないスポーツの話題は大声でごまかしがち。これは俺知らないからね。ただメールが届いてるから俺読んでるだけだから。いろいろ知ってるよラルフさん。さあということでアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、この時間で一部の地域の方とはお別れです。はい。ハーフタイムショー。さあハーフタイムショーのお時間ですが、これやりますか、大丈夫ですか。やります。大丈夫かな。大丈夫、やるんだったらやりましょうか。やりますか。さあ続きましては、うん、ケンタ酒井。俺だ。ケンタ酒井、今回オリジナルソングを披露してくれます。大丈夫かな。ではケンタ、カモン。いつまだなちもろかなまだじりでめらそうめでるずまだしからののこさらパにならそう一年かだらしろのまだじりでやろう ハーフタイムショー。日本初のスマートフォン向け放送局 NOPTV、 スタジオのライブ映像とともに同時生放送中。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。はい、時刻は4時になりました。この時間はアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。今日はラジオスーパーボールを開催しております。先ほどはね、3つ目のハーフタイムショーを聞いてもらいましたけども、うん、ねどうだったんですかね。ただの化け物の方向ですよ。あの洞窟から聞こえてくるやつですよね。いや本当そう。何か待て、何か聞こえるぞって言って映画で死亡フラグ立ってやつ。あ、言っちゃダメ言っちゃダメ。本当だ、ひでえな。ひどいもんだなこれは。いや今回はこれもうね、空の音も出ないですよこれ。謝んなきゃダメですねこれ。メール来てます。茨城県ラジオネームインテリスタ、ハーフタイムショーの感想ですが、うん、酒井さん途中で心が折れてませんでしたか。途中じゃねえだろ、結構冒頭で折れてんだろあれ。バキバキ言ってるよ、ずっとバキバキ言ってたよ。本当申し訳ないですね本当に。メールですね、東京都葛飾区ラジオネームパクチー、おい平子頭痛えわ。俺も痛えわもう。みんな痛えわ、おめえだけじゃねえんだよ、我慢しろよ。もう言い訳も頭痛くなるないな今日は。東京都ラジオネームコロッケ侍、酒井ちゃんのハーフタイムショー感動しました。雰囲気は良くて料理も美味しいのになんか違うんだよなぁと思わせる居酒屋で流れてそうで良かったです。流れてねえよ、ねえな、そんな居酒屋ねえよ。すいません止めてもらえませんかって言われるのこんなもん。いやー面白い。酒井の聞いた後だと俺のニルバーナレベル高いな。いや高いですよ、平子さんのね、あの作ってる最中聞いてるときは僕すごいよくできてるなと思ったんですけど、もうちょっと聞いてみようか、酒井の聞いた上でね、うん、
デンデンデレデンデレン、デンデンデレデンデレン。この辺ではもう。デンデレデンデレ。デクッデデクッデデ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 デ。普通にニルバーナ流してると勘違いしてる人は多分7人いると思う。いねえよ。いねえって。3人ぐらいか。デクッデって絶対言ってるもんな。ベースもね、ちゃんと。これベースも、そっか。いやいや、もういい、ごめん、もういい、ごめん、ごめん、もういいわ。2回聞くもんじゃねえの。1回でもたまったもんじゃねえのね。いやこれ、自分聞いてもこんななのに、第三者として聞いてるリスナー、どうなんだろうね。時間も時間だしな。ね。4時ちょい過ぎにこの歌きちいってやっぱ、これはきちいよ。最近聞き始めてくれたっていう主婦層はどういう気持ちで聞いてんだろうね。あ、口でニルバーナをやってるんだな。素直だな。やるやる私も。洗濯物干しながらやるときあるよ。どうしましょう、うん、まあ、今回の企画メールテーマね、うん、あのアメフトあるあるを続けるか、うん、はいはいはい、ラルフあるあるに移行するか。いや、ラルフあるあるはいいですよ。どうせディスが来んだから、ディスメールが。いやいや、そんなことないですよ、うん、うん、あ、まあ一応ちょっとアメフトあるある一回ね、はいはいはい、ここでちょっと読んでおきましょうよ、うん、そっち行きましょうよ、ね、東京都ラジオネーム双葉亭5名。兄弟でアメフト選手の場合、大体弟の方がレギュラーを取りがち。そうなのかな。まあまあまあ、どうなんだろう、まあ、ね。ちょっと宇宙兄弟チックな、ね、ああいう感じもね。あ、そうか、うんうん。まあニュアンスとしては、ほら、でもあるあるじゃないですか。うん。そうかもね。あと野球でも言えるけどね。ああ、そうだね。向こうのね。いろんなスポーツに言えるかもしれない。同じコロッケ侍ですね、今度はラルフあるあるで来ております。ラルフあるある、ニュースゼロで浮きがち。いや、そんなことないよ。フィットしてますよ。フィットしてる。すげえフィットしてるよ。スポーツあの人じゃなくて聞かないもん俺。ニュースゼロの楽しみにしてんだから、サッカーのやつ、欧州サッカーのやつ。さあどうしましょうか。まあまあまあ、まだちょっとね、探り探り今日は。そうですね。やっていきますけど、ここでガラッと流れを変えてくれるリスナーの登場なんかもね、期待しつつ。あ、そうですね。はい、続けていきたいと思いますが。うん、さあ、そしてもう一つお願いがあります。うん、我々が用意したハーフタイムショー。うん、こちらですね、すべて出し切りました。イコール、もうやることが何も残っていませんと。本当だわ。でも、ハーフタイムショーはやりたい。うん、そこで、このラジオスーパーボールでパフォーマンスをしたいというリスナーからのメールを募集したいと思います。うん、皆さんは一体何ができるのか、うん、そして電話番号を書いて送ってください。いやー、すごいぞこれ。このハーフタイムショー、皆さんのリスナーハーフタイムショー、うん、パフォーマンスは何でも OK です。あ、何でも OK。モノマネ、早口言葉、うん、でもちろん我々がやったような歌、口ずさみ系の歌でもね。実際何でもいいですから。お話みたいのでもいいんですか。いや、全然全然何でも結構です。いるか、皆さんにお願いしたい、うん、ハーフタイムショーを皆さんの手で実際の声で盛り上げてほしいと。皆さん、うん、お聞きの通り、うん、今回メールが跳ねてません。皆さんの電話でのハーフタイムショーが頼りになってきました。今年なんか調子良かったのにな、なんか跳ねてねえか今日は。なんとか穴を埋めてほしい。はい、じゃあ皆さんお願いします。メールアドレスはすべて小文字で ap@allnightnippon.com です。電話の方、非通知拒否設定は解除しておいてください。はい、お願いします、はい、さあそれではこちらのコーナーに参りましょう。相棒ショコラティエごちそうさん。はい、こちらのコーナーは我々アルコ&ピースがドラマごちそうさん、相棒、そして新劇ドラマ失恋ショコラティエ、どれにでも出演できるような役者になるためのコーナーです。どんなショコラティエが何をしてごちそうさんしたのかを送ってもらっています。はい、さあそれでは参りましょう。千葉県ラジオネームプレッシャーバースト。放送室の壁ショコラティエ。子供たちから防音のために開けられた無数の穴に鉛筆を刺されたり消しゴムのカスを入れられたりしたのでイラつき、穴から麻酔針を発射して黙らせ放送さん。面白いな。あの穴から麻酔針がバラバラ。インディ・ジョーンズの罠みたいな感じでね。北海道ラジオネーム非常勤パンダ。
タンスの角ショコラティエ。お、来るか来るのか、よし来い来い来い、小指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 、来たー、ごちそうさん。ちょ、待ってたんだな、タンスの角。タンスの角小指待ってると思うとちょっとゾッとするな。怖えな。モンスターズインクみたいにさ、それでなんかパワーを蓄えてるみたいなね。続きまして、ラジオネームカラスくん。ボイスパーカッションをやっているショコラティエ。ステージを見たおばあちゃんに、これで楽器でも買いなさいと5万円をもらい、ごちそうさん。別に買えないからね、ボイパーやってるわけじゃないですからね。ラッキーって思っちゃうな、でも5万円くれたらの。おっくん、それでガンガン稼いでたりしたな。続きまして、ラジオネームポコピン。初めての二郎ショコラティエ。野菜増し増し、辛め増し、油少なめ、チョコニンニクと注文したが、店員に、は?と言われ、ごちそうさん!チョコニンニクってあんの?ないと思う。ないと思う。どの店舗にもないと思う、チョコニンニクは。ニンニク少なめとか、そういうことで捉えられるよね。チョコニンニク。続きまして、群馬県ラジオネーム、マルガリマルゲリータ。松下ゆきショコラティエ。朝はパンパンパパンのリズムで敵忍者の首を切り落とし、ごちそうさん。怖えって爽やかな CM じゃん。迫ってくる忍者。松下ゆき、そういう役別にやんないでしょ。そうだね。続きまして、ラジオネーム夜嫌いの夜行性。中村俊介ショコラティエ。あの家少し窓が開いてると確認し、ボールを置き、助走をつけ、ごそさん。ぐーっと弧を描いて ねやりましたもんね、なんかね。たまにやってるよね。そうそうそう、バスが動いてるバスに入れるってやつ、ね、俺 CM で事前で止まるとこまでしかいつも見ないわ。あれでもすごい評価されてるらしいですね、ヨーロッパとかだとね。ああ、そうなんだ。針の穴通すようなシュートだからね。続きまして、千葉県松戸市、ラジオネームインディアナチョリソー。ミステリー小説作家ショコラティエ。原稿を書き終わったと思ったが、最初の文に書いてあった生きた魚ほど怖いものはないという伏線を回収し忘れてて、ごちそうさん。どう回収するんだろうね。いいだろう。切れないでしょ、回収。生きた魚ほど怖いものはない。トップリードのコントみたいな。ラジオネーム和田ぶっかます。喧嘩セックスショコラティエ。巨人ファンショコラティエが阪神ファンの女を抱いて、やはり伝統の一戦にお互いの罵倒が盛り上がっていき、あ、やべ、俺行くかも、ごちそうさん。阪神ファンの女ショコラティエではないですね。阪神ファンの女でもいいじゃん。巨人ファンでいいし。次まして、ラジオネーム三平。自分のことを能年レナだと思い込んでいるドブスショコラティエ。地元の漁師たちに向かって、オラウニが取りてえと叫んだところ、30人の漁師たちに赤黒いマダコを投げつけられて、ごちそうさん。赤黒いマダコって嫌だな。すごい、でも想像つくね、やっぱね、赤黒いマダコ。ドブスショコラティエ。最低だよ。ラジオネームゴルゴ31。千利休ショコラティエ。武将に、時に利休、お前にとって茶とは何ぞやと聞かれ、お湯に草を混ぜた汁と答え、ごちそうさん。意外と大したもんだってなるんだよな。おお、そうか。ああ気に入った。やかましいわね。続きまして、北海道札幌市、ラジオネームデラックス。とにかく人を怒鳴りたいショコラティエ。銭湯で体を洗っていると、後ろで体を洗っている人のシャワーの水が背中にかかる、冷たと振り向くと、気づかずに体を洗っている若者。若者の体が色白で貧弱な体であることを確認し、ごちそうさん。どうなるんだろうな。ダメだよ。
俺シャワーの水よりもあの横の人の洗った石鹸が自分の目の前に流れていくの嫌だわ。やだね。足元であってもね、溝できててもね、絶対嫌だ。あれもうね、人があんだけ宇宙に行けるこの現代ね、うん、いろんな技術ある科学の水よね、あれどうにかできないのかね。なんともできないのかね。ね、してほしいね。でもね、ね、うん、画期的だろうね。そうだよね。泡流れの嫌だな、足元くっつかないけど。ラジオネームイオリフリーダム。すんどめ気持ちいいショコラティエ。この世はでっかい宝島、そうさ今こそアドベンこそさ。痛い。チャーだけでしょ。チャーだけでしょ。じゃあ、こちらでラストですね、最後。ラジオネームベンチウォーマー中山。過去にタイムスリップしてしまったが、事情を理解した上で優しくしてくれたその時代の女性、さゆりと恋に落ちた見習いの寿司職人ショコラティエ。出たよ。あっという間だった。二人の秘密の場所。街を見下ろす丘に立つ木の下でキスを交わし、初めて誰かのために握った寿司を彼女に渡した。その時、目の前に光のトンネルが現れたのだ。これは、俺がこの時代に来た時と同じ光。ふとさゆりを見ると、彼女は泣いていた。あなたの場所はここではないわ。お寿司、ありがとう。一緒に食べたかった。さゆりはそう言った瞬間、俺を光のトンネルの中へと突き飛ばしたのだ。気がつくと、現代の俺の家だった。こうして俺はまた普段の生活に戻った。その後、今までのように修行中のお店で仕込みをするが、喪失感に襲われ仕事に身が入らない。すると、大将ショコラティエが、おい、やる気あんのか？たくしょうがねえな。今日はもう帰っていいから、これでも読んで、寿司職人ショコラティエとしての心意気を改めな！と、一冊の本を渡してきた。どうやら昔、この町にいた、一人の寿司職人ショコラティエの半生を描いた本のようだ。家へ帰り、パラパラとページをめくる。そこには、女性ながら必死で修行し、一流の腕を身につけ、繊細で優しい寿司を握る寿司職人ショコラティエの姿が描かれていた。そして、生涯、独身を貫いたと書かれていた。理由は、息を引き取るまで誰にも明かさなかったらしい。その寿司職人ショコラティエの名は、さゆり。最後のページには、彼女が残したとされる短歌が綴られていた。時を超え、愛しき人への我が思い、思い出の地に、刻むことの葉。本を閉じ家を飛び出す。走り出す。あの丘を目指す。さゆり、さゆり。心の中で何度も彼女の名前を叫んだ。丘から見下ろす街はすっかり変わっているが、さゆりとキスを交わした木はまだそこに立っていた。あの時よりも太く大きくなった木にそっと触れながら見上げる。そして何かに気づく。木の幹に何か掘られている。雨、風に流れんさらされ読みにくくなっているが、俺にははっきりと読めた。今、時を超えたさゆりからのメッセージが寿司職人ショコラティエに届けられたのだ。お寿司、美味しかった。ごちそうさん。うるせえな。なげえな。なげえ。なげえよ。てれれれれんれん意味わかんなかった、俺。なんだろうな。俺もあ、そうだったっけと思って。なんなん、このパターン。先週より長くなったな。長くなったな。よくでも作ってきた、ね。ああ。でも、ね、主婦層は楽しく聞いてくれたのかもしれないね。そうだね。うん、はい、引き続きメールを募集します。
メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。メールの書き方は、何々ショコラティエ何々でごちそうさんでお願いします。懸命に相棒と書いていただけると助かります。アルコ&ピースの坂井健太です。平子祐希です。はい、今日はラジオスーパーボールを開催中です。前半はアメフトあるあるを募集してきましたが、はい、後半はハーフタイムショーへの出場者の募集をしております。はい、一体どんなパフォーマーが集まってきているのでしょうか。はい、神奈川県ラジオネーム地球の明日、県名ラルフあるある言ってたからもういいよ。周りを見渡す能力ゼロ。やめろよ周り見て仕事してるよ、何言ってんだよ。すごい、やっぱりこれ社会が大したもんだよな。なんでなんで、ちょっとな、無限に扱われただけでこんだけね、全国から怒りのメールが届くんだからさ。いじってるだけでしょ、だってアイドルだよな。ラジオネームポコピン、僕は今新橋にいるんですけど、うん、とりあえず汐留近いので先に向かっておきますね。ラルフっていうやつの顔がわからないので、あなたがラルフさんですかって一人一人に声をかけて探そうと思います。ちょっと頼むわ。いやいいですよ、そんなことしなくて。捕まんないよ、そんなの。ポコピン、ポコピンか。お縄だろ、捕まるわ、この時間に。その前に、もう門前払いだろ。本当だよ。どちらの方ですか？しっかりしてるから、セキュリティ。いいですよ、ラルフあるある、マジで。八王子のラジオネーム城の近い、県名ラルフ鈴木川柳、ドヤ顔が局アナたちから嫌われる。ないよ、全然そんな好かれてる、尊敬されてるし、ラルフさんそんなことない、もうやめてラルフさん、そんな言わないでよ。あ、主婦から感想来てますよ。ラジオネームふわぴこ、30代主婦です、うん、今日も楽しく聞いていますよ、頑張れ、うん、あーいいですねあ、すごいですね。これたまにね、うん、主婦リスナーに、うん、姿を変えた偽物がたまに出てくる時もあると思うんですけども、うんうん、ラジオネームふわぴこは多分本当に主婦だろう。そうですね、主婦ですね、うんうん、ふわぴこは主婦だわ。なかなかつけないですもんね。まあね、先ほどなんですけども、うん、メールがね、跳ねないと我々言いましたが、うん、ちょっと人のせいにしてしまったかなっていう部分がちょっとありまして、ね、はいはいはい、一番跳ねなかったのは、うん、ハーフタイムショーでした。だから本当に皆さんにお願いです。ね、うん、助けてほしい。本当に助けてほしい。みんなで作っていきましょう。うん、ハーフタイムショー、メール来てます、うん。ラジオネーム、ディーズ。ビーズが歌えますということで、はい、電話番号も書いてありますよ。ほら、いいんじゃないですか、ビーズ。あ、じゃあもう実際にじゃあちょっとかけて歌ってもらいましょうよ。はいはいはい、我々ねちょっと歌の方で ね失速してしまった感があるので、歌でね、ね、取り返して、うん、今実際にねちょっと携帯電話の方にかけてますけども、うん、はいはい、つながりますでしょうか。来た、うん、あ、もしもし。あ、もしもし。はい。ディーズ？あ、そうです。あ、どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ビーズが歌えるということですので。はい。それじゃあ、早速、お願いします、うん、いつまでも手をつないでいられるような気がしていた。何もかも。ハーフタイムショなんだよこれ、ひでえなビーズ、ひどすぎるだろう。なんだよこいつ、ちょっと歌もあれなのかな。あ、でも来てますよ、まだまだ。ハーフタイムショー、ラジオネーム裏筋リコーダー大輔、酒井さん、平子さん、うん、僕はちょうどいい感じの大喜利ができます。お、電話 OK でいただいてますから。マジですか、どうですか、いいんじゃないですか、ねえ、大喜利。村瀬もね、やっぱり4時台で大喜利で取り返しましたから、ね、前ね、うちの後輩が大喜利で跳ねましたからね、うん、
じゃあお題ね、何か。じゃあお題僕はちょっと考えておきましょうか。うん。はい。さあ、つながりますか。はい。あ、すみません、裏筋リコーダー大輔。それでは、大喜利の方、早速、お願いしたいと思います。それでは、お題を出します。次のドラえもんの映画のタイトルは、ドラえもんのび太の何でしょう？鳥さばきの術。ハーフタイムショー。なんつった？鳥さばきの術？何それ？全然取り返せてないですよ。ちょっと待って、これまずいぞ。ま、今のところちょっとまずいな。やばいな。ちょっと、ディーズまだ歌ってんのかな？ちょっと。まだ歌ってるか？歌ってないか。まだ俺らが切ったの気づいてない可能性あるってことか。歌い続けてるかな？どうだろう？歌い続けてるかな？これもう、もし歌ってたら100点だよな、これな。うん、カンバーバッチプレゼントしようぜ。もし歌ってたら。まあ歌ってるはずねえと思うんだよな。切っちゃったからな、さっき。うん、あ、もしもし。あ、歌ってねえよ。歌ってねえのかよ。丁寧に振ったろうがよ。あ、もしもしじゃねえ。丁寧に振ったじゃん。なんでだよ。なんで今日ダメかよ。今のもダメか。おい、一部行こうよ。みんなで行こうよ。ねえ。ねえ。そう、まだちょっとまだ後半あるのかな。後半にちょっと期待しましょう。なんとか終わりよければ全てよしですから。はい、はい、引き続きあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。待ってる、本当に助けてほしい。ディーズもさ、ちょっと準備はしてて、うん、いくかもしれないから。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、先ほどですね、はい、D'sが、B'sの歌を電話で歌ってくれましたけども、はい、感想のメールが来ています。ラジオネーム、はい、ウイロー。おい、知らねえやつの微妙な歌なんか聞きたくねえんだよ。なんだあいつは。いや、ウイロー何言ってんだよ。D'sをディスティーの俺らだけだから、他のやつがディスるなと。じゃあお前歌えんのかっていう。ウイローが？うん。電話番号書いてねえけど、電話番号書いてウイロー送ってこいよ。で、高らかにビーズを歌ってもらおうじゃねえかよ。やべえ。もし、ウイローやばいな。歌えない理由があるんだったら、その理由を書いて送ってきてほしい。歌えるんだったら電話番号書いてさ。どっちかしてほしいですね。実家だから隣で両親が寝てるのでとか、だからビーズ歌えませんとかね。あ、感想来てますね。ラジオネーム、山本小鉄のパンティーでオナニー。毎週楽しく拝聴させていただいております。先ほどビーズを歌っていただいた方、大変素晴らしい歌声でした。楽しいラジオですね。ということで、この方、年齢書いてありません。42歳の方ということで。知ってくれてますね。ねえ、こういうことだから。うん。俺たちのラジオって。まあでも一部に上がるにはやっぱ必要ですよ、本当に。もうこういう意見も。サブタイトルで繋がるラジオって、これらで、メールってやってるとこありますからね。お願いしますよ。はい、じゃあ引き続き皆さんね、ちょっとそちらの方のメールもお願いします。はい。さあ、その間に、こちらのコーナーに参りましょう。家族！我々アルコ&ピースは、リスナーのことを、アメフトのマイクをつけて指示を出している人だと思っております。家族ね。僕、平子はお父ちゃん。酒井は兄ちゃん。そう思って接してもらいたい。このコーナーでは家族の君から本当の家族には言えない君の日常を送ってもらっています。はい、ラジオネーム三平。北の国から2014冬。お父ちゃん兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。お元気ですか？僕は今東京の片隅にあるボロアパートでアスファルトを歩く人々の足音を聞きながら富良野の雪道を思い出しています。富良野の雪は冷たいけれど、
東京のアスファルトはもっと冷たく感じるわけで、昔は大嫌いだった雪の感触や縮み上がった金玉の感覚が懐かしくてたまらないわけで。話は変わりますが、昨日父さんのツイッターアカウントを発見して戦慄しました。北の貴公子ルシファーという痛いアカウント名も、33歳にして巨万の富を得たイケイケのヒルズ族という謎のプロフィールも、オーランドブルームに激似のアイコン画像も、すべてが度を超えた大嘘なわけで、プロフィールと写真に釣られてフォローしてきた若いヤリマンを食い物にしようとしているのがバレバレなわけで、ちょいちょいツイートしてる IT 関連の知識が見事に全部間違ってるわけで、携帯電話を持ってないからって僕の携帯電話をさらさなくてもすごく迷惑なわけで、というわけで僕はもう二度と帰りません。さよなら。途中までせっかくなんかね、うん、初めてこのコーナーに家族のメール来たかなと思ったら、ね、金玉でぶち壊しだよ本当に。なんつった金玉のこと。縮み上がった金玉の感覚が懐かしくてたまらないわけで。フラノ、そういう表現するなよ。そうじゃないんだって。もう続いてちょっと次に期待しましょう、うん、山形県ラジオネーム、ベネットは静かに暮らしたい。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。関口メンディーから始まるイエーイ古今東西山手線ゲーム、イエーイ。山手線の駅名、イエーイ。東京、新宿、日暮里、西小吉、原宿、代々木町台、巣鴨厚志、宇佐、品川ネスミス、ケンジ大久保、清木場五反田、アウト。清木場五反田は山手線の駅名ではありません。はい、というわけで罰ゲームとしてイーガールズの金髪にはご飯ですよを一気飲みしてもらいます。世界よ、これが日本のラスベガスだ。違う、わかんねえよ。全然わかんねえよ。何言ってんだよ。なんだ今日。東京都ラジオネーム、旦那シモン。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。あー寒い、マジ寒いんだけど、マジで意味わかんねえ。この寒さ意味わかんねえ。ここでキャンプは、マジ意味わかんねえ。おいディレクター、ここでキャンプとかマジ意味わかんねえ。マジ意味わかんなくて笑えるわ。お前頭おかしいんじゃねえの。おい AD 笑ってんじゃねえよ。意味わかんねえ。今お前が笑った意味わかんねえ。おいおい、こら AD、 俺が仁王立ちで金玉掘り出したらタバコだろうが。意味わかんねえ。何年俺と仕事してんだよ。マジ意味わかんねえ。つうかこの時代にクソ寒い森の中でキャンプとか意味わかんねえ。金玉冷えるの意味わかんねえ。は？回ってる？カメラ回ってる？は？意味わかんねえ。え？何？ユースト？え？ユースト？え？何それ？え？生放送？マジ意味わかんねえ。皆さんこんばんは。CW ニコルです。森は暖かい。これなんだ？これなんだろう？これ書いた旦那氏もそう思ってる。これなんだろう？これ何書いてんだ？ボツメールの墓場じゃねえんだぞ、家族のコーナー。じゃあ続いていきましょう。東京都葛飾区ラジオネーム、関口優斗。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。練りからしを訓にしてたら唇が腫れてしまいました。今僕の唇はまるでマリリン・モンローみたいになってます。あれ？ということはマリリン・モンローも練りからしを訓にしたってことですか？
マリリン・モンローも落ちたものですね。がっかりですよ。気抜いてた、やべえ。気抜いてたらすぐ終わるぞ、お前。終わった。嘘。ちょっと、今日という日を全員で乗り越えないか。そうだろ全員でだよ。ちょっとそうだね。うん、メールに頼ってた部分あんのかもしれない。もしかしたらみんなで、ちょっとそうしましょう。うん、じゃあ家族ラスト。うん、ラジオネームポコピン。頼んだ。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。なんと、サカナクションが起き上がり、仲間にしたそうにこちらを見ている。仲間にしますか？いいえ。なんと、レミオロメンが起き上がり、仲間になりたそうにこちらを見ている。仲間にしますか？いいえ。なんと、マン・ウィズ・ア・ミッションが起き上がり、仲間になりたそうにこちらを見ている。仲間にしますか？いいえ。なんと、世界の終わりが起き上がり、仲間になりたそうにこちらを見ている。仲間にし、いいえ。なんと、ダパンプが起き上がり、仲間になりた、いいえ。なんと、ナオト・インティライミが起き上がり、いいえ。なんと、エグザイルがいいえ。なんと、三代目いいえ。なんと、ユズの岩沢が起き上がり、仲間になりたそうにこちらを見ている。仲間にしますか？いいえ。あー、仲間にしてよ。全部誰か。これが、今日なんだろう。なんだろうな、今日。でーんじゃねえよ。でーんじゃねえんだよ。元気いっぱい酒井ちゃん。はい、こちらのコーナーは、うん、番組が後半に差し掛かって急に元気がなくなって子供っぽくなってしまうアルコ&ピースの酒井ちゃんが元気になるようなメールを紹介していきます。元気じゃない？元気欲しい。元気欲しいね。元気欲しい。じゃあ元気になろう。愛知県ラジオネーム、うん、天国のおじいちゃん。うん、酒井ちゃん、うん、お花に水をあげたら、うん、少し笑った気がしたよ。うわー、どう？元気じゃない。どうして？お花に水をあげたら、うん、笑った気がした。そう。なわけねえじゃん。なわけねえじゃん。そんな気がしたよ。 お花も水もらって元気になったんじゃない？絶対ねえって。そんなわけねえじゃん。そう、わかんない。ありえねえじゃん、そんなの。ほんと？お花が喜んだんじゃないの？いねえよ。そう、じゃあ次行くよ。東京都ラジオネーム、関口優斗。酒井ちゃん、僕の分のパセリも食べていいよ。どう、パセリ。元気じゃない。どうして？みんな自分で食え。あれ？いらねえもん、そんな。今日自分で食えよ。違う感じの。元気じゃない。元気じゃないの？元気が欲しい。やさぐれてんの今日。元気が欲しい。じゃあ続きまして、ラジオネームザッド。酒井ちゃん、うん、サンデーで連載していいよ。え？サンデーってサンデー？サンデー。元気じゃない。なんで？なんでサンデーで連載していいの？していいってよ。どう？していいんだったら。でもサンデーのあれとは話をちゃんとできてんのかな。いや、その出版社とは多分した上で。サンデーとちゃんと話できてんならやるけど、おお、酒井ちゃん一人で行ったら、だってそれを大人としておかしくない？じゃあでもそれ事務的なところはもうね、ちゃんと話し詰めてくれてるんじゃない？おかしいこと言うなって。今日誰なんだ？今日それ誰？酒井ちゃんじゃないよな。酒井ちゃん本当。続きまして、ラジオネーム、田所善意。酒井ちゃん、ボールペンはパイロット、サインペンはゼブラがおすすめだよ。ん？かけばなるほどパイロット、パイロット、パイロット、元気じゃない。そういう CM あったの？元気じゃない。ちょっと地域的なもんなのか、俺は。元気じゃない。おー、元気が欲しい。元気が欲しいのね。元気欲しい。サインペンはゼブラだよ。え？サインペンはゼブラがおすすめだってよ。ゼブ
か。うん。あれ元気になった？元気じゃない。元気じゃないの？あれ？元気じゃない。今日誰なんだ？ラジオネームポコピン。酒井ちゃん、首につけてるそれ、蝶ネクタイじゃなくて伊勢海老だよ。ふぅ、ぐおー、どうしたどうしたどうした、あれ、あ、どうだ、あれ苦しんでる。伊勢海老。苦しまなくていいんだ、伊勢海老なんだよから。元気いっぱい酒井ちゃん。なんで？なんで？だってさ、うん、蝶ネクタイだと思ってたらさ、うん、伊勢海老なんで。そうそうそう。伊勢海老だって。うん。元気いっぱい酒井ちゃん。なんでなんで？説明しな、ほら。これに何終わりまで説明しろ。はい、おいし、おいしそう。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です、はい。今日はラジオスーパーボールを行ってきましたが、まだ時間があります。はい、ハーフタイムショー、やっていきましょう、うん。行きましょう。今まで何度も皆さんにね、何とかしてもらってきた。うん、はい、今日も頼んだ。何とかしてくれ。そうですね。ちょっと今日は特にですね。一発逆転やっていきましょう。はい、メールの方は。うん、今のところ、うん、まあ、ウイローからのメールは。はいはいはい、そうですね。あ、ウイローから来た！ラジオネーム、ウイロー。どうだ、ウイロー。先ほどね、うん、じゃあ、ディーズをね、うん、ディスったんで、うん、じゃあお前がビーズを歌ってみろと、はい、伝えたんですが、メール届いています。ウイロー。僕もビーズを歌いたい気持ちは山々なんですが、今、右隣の部屋で両親、そして、左隣の部屋でブスの姉が寝ています。ブスって言うの？なので、起こしちゃうといけないので、歌うことはできません。ごめんなさい。金輪際、ディーズさん、そして他のリスナーさんをディスることはやめたいと思います。ここまで書いて、どこでボケようかと思ったんですが、一切ボケが思いつきませんでした。本当にごめんなさい。なんだよ。これ。がっかりだな、もう、ウイロー。ウイロー。来週できんだ。そしてこの謝罪のメールの件名が、ラルフあるあるになってる。むちゃくちゃじゃねえかよ、もう。わけわかんねえよ。なんだよ、これよ。ちゃんと、それはちゃんとさ、対応してほしかったな。まあ、ということで、ウイローが、一回お休みということになりましたよ、これ、皆さん。ああ、いつも送ってくれてんのにな。あ、メール来てます。ハーフタイムショーですね。ラジオネーム、シャレ神戸。アカペラで、うん、桃色クローバー Z、行くぜ、怪盗少女を歌います、だって。ちょっといいんじゃない？ちょっとね、明るいし、これケーキ漬けで ね、歌ってもらおうよ。いいですよね。楽しみよ。ね、ちょっと明るい歌だからね、うんうん、なんとかここで。あ、でも、女の子なのかな、ね、桃黒歌いますっていうぐらいだから。うん、シャレ神戸。もしもし。あ、もしもし。あ、シャレ神戻。はい。あ、じゃあ、ももクロの、行、くぜ、怪盗少女。よろしくお願いします。どうぞ。笑顔と歌声で、世界を出し出せ、行くぜ、さあさあ。桃色のハートを狙い撃ち、ナイスなミュージックに乗せて、ハンコを呼ぶ。多分なんかあるから、信じようよ、うん。これだけじゃない。はい、それ。ハーフタイムショー。なにこれ。あ、はい、すいませんってなんだよ。やりきらないしさ。あ、はい、すいませんってなんだよ。頼むよ。救世主が欲しいんだ、今日は。ダメだ。お、ストツーメールだ。ストツーメール？うん。あ、ハーフタイムショー。仙台市ラジオネーム、メガネネ。エドモンド・ホンダのモノマネができます。お、いいね。モノマネが来たね。ちょっとオープニングでね、こんなあれもしましたし。ここいいかもね。エドモンド・ホンダのモノマネ、どんな感じでやるのかな。ちょっと楽しみだね。なんとかね。まあ、モノマネ、うまかったらね、強いからね。ね。エドモンド・ホンダなんてみんな知ってるだろうしね。うん、でも、エドモンド・ホンダのどこをね、真似るのかっていうのも楽しみだから。ね、さあ、お、はい。出た。あ、ラジオネーム、メガネネ。うん、それでは、はい、エドモンド・ホンダのモノマネをお願いします。バババババドスッコイ。バババババドスッコイ。オールタイムショー。いや、いいんじゃない？持ち直して、持ち直して、持ち直してきたぞ。
持ち直した持ち直した。ちょっと似てたね。似てた似てた。あれゲーム音楽流したんじゃねえか。さあこっちのこの流れに乗ってさ、いいね、ガンガン行こう。いい流れ、続きまして大阪府のラジオネーム、ソラレン。昆虫モノマネができます。え？昆虫モノマネ。モノマネ？モノマネちょっと今暑いからね。暑いですね。モノマネの流れあるから。かけとこう。今ねちょっと持ち直した感じあるから。よし、昆虫モノマネってでも、まあ、いろんな昆虫の鳴き声ありますけども、うん、その中でどれをチョイスしてるのかっていうのもね、気になりますけども。ラジオで。さあ、どうだ。そうだろう、もう一回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 、信じて、もう一回、もう一回。よし、もう一回、もう一回。この流れね、大事だからね。昆虫モノマネ、ここのね、振りを聞いて、なしはちょっときついから、うん、ちょっと聞いてみたい、昆虫モノマネ。頼む。出てくれ。お、お、あ、来た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 。もしもし。あ、もしもし。ラジオネームソラレン、はい。それでは昆虫モノマネをお願いします。カマキリの引っかく音。引っかく。ハーフタイムショー。早朝の4時50分だぞ。おい。せっかくエドモンド本田でちょっと。なんだよ打ち直したのにな。いや、ここでさ、うん、あの、ディーズ、うん、ディーズの力に頼ろう。と今も絶対歌ってると思うけど、うん、あ、でも応援のメッセージも来てる。ラジオネーム、キンキンに冷えたビール。ディーズさん、今日の放送の中で一番つぼりました。うもう一度聞きたいです。アンコール、アンコールということで、来てます。すげえ、ディーズ。あ、ディーズから、さっきのね、あの歌を受けてきてます、はい。ラジオネーム、ディーズ。すいません。ラジコで聞いてるんで、遅れて対応できませんでした。さっきのあれか、ディーズ歌、まだ歌ってんじゃねえのかなっていうやつで。じゃあ今ちょっと早めに言っとけば、振り言っとけば、うん、何歌ってんのかな、ディーズ、ね。でももうさっきも切っちゃったし、さっきもダメだったから、うん、今もうビーズは歌ってないと思う。歌ってないか、ビーズじゃない。いやいや、で、ビーズがね。うん、だビーズは、ビーズの曲はね、歌ってると思うんだよ な。何を歌ってるか、ちょっとかけてみようよ。明るい曲とかな、いいかな。いや、でももう歌ってはいないと思うんだよな。なかなかね、うん、ラジコでちょっと遅れちゃってるから、この会話自体は遅れちゃってる可能性あるからね、うん、普通にもしもしで出るかもしれないから。どうだろうな。お、さあ。もしもし、ディーズ？今のは、もしもしでよかったんじゃないかな。どっちだったんだろうな、ね。うんまあ、一回ちょっと聞いてみようか。信じようよ、ディーズを。そして輝くアルカンピーオールタイムショー。ああ、やっちゃったやっちゃったやっちゃったよ。あーっとここでホイッスルが鳴りました。ということでラジオスーパーボールここにて終了。皆さんまた来年お会いしましょう。そして最後に一言言わせてください。ハーフタイムショーなんかに浮かれてる場合じゃないんですよ。だって人生という名の試合に、ハーフタイムなんて存在しないのだから。走れ、何ヤードだって。高い、かかとを舐めるのはいいのか。ダメ、悪くないな。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。はい、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。あっという間ですが、そろそろお別れの時間です。はい、はい、いやあの、うん、ディーズね、うん、先ほどね僕ちょっとちらっと言いましたけども、うん、ごめんなさい、訂正させてください、うん、カンバーバッチなしの方向ですいません、本当申し訳ない、こればっかりは。ピースって言ってたのに、うん、
メール来てます。ラジオネーム学びオンリー。リアクションの早い常連リスナーが一切絡もうとしてこない時点でどうなるかは目に見えていたというのに、それでも勇気を出して出演してくれたリスナーに幸あれ。本当だわ、ね、えありがてえよ、ありがたい本当にね。続きまして北海道ラジオネーム非常勤パンダ。酒井ちゃん、平子さん、今日は本当お疲れさん。いやー跳ねなかったね。でもさ、たまにはこういう会があってもいいんじゃない、うん、ほらハーフタイムだと思えばさね。あの、ま、出禁にするか。来週出禁ばっかだよ。帰ってきてって言うよ、どうせ。戻って助けて。はい、僕らこの後ポッドキャストもやってるので、興味がある方はぜひ詳しくは番組のホームページをチェックしてみてください。はい、いやエドモンド本田唯一の光、一筋の光だった。本当もう一回聞きたかったな。はい、ここまでのお相手はアルコ&ピースの酒井健太と平子祐希でした。申し訳ありませんでした。